を発見っち。逃げるなら今っち。敵を発見。まだまだ。敵は3体しかいねえっち。負けるわけないっち。ラッキーこ。やったろ。絶好のチャンスっち。敵がいるっち。敵を3体発見っち。飛ばしてくれ。先手のチャンスっち。やるだろ。終わりだ。まだまだ行くわよ。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵がいるっち。敵は3体っち。先制でも油断大敵っち。ラッキーに行こう。まだまだ。やるだろ。あんたにどうしようっち。今はどうしようないっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。扉を進むっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。アサヒ、あそこ。萌え、おい、大丈夫か。まだ時は満ちぬ。お前が萌えをさらったのか。眼前の事象で全てを判断せしは、狭き道を行くが行為。その道は消失の一途をたどり、やがては無に帰すだろう。俺の質問に答えろ。我が名はイザナギ教也。古の傷を守りし、時の観測者。その従者の女は招かれざる者。貴様らが連れ、ここから立ち去るがよい。え？言っちゃったっち。普通、戦うんじゃないの？よく理解できなかったけど、萌ちゃんを連れて帰っていいみたいね。あの人、京也さんは萌さんとは関係ないかもしれませんね。興味なさそうだったっち。とりあえず萌ちゃんを外へ連れ出しましょう。ああ、なんか調子狂うな。萌、気がついたのか。よかった、気がついたんだな。なあ、どうしてここにいるか覚えてないか。はい、確かお店の前でチラシを配ってて、ピンクのマントをつけたご主人様が来て、それから萌えはそのピンクマントにさらわれたんだ。そしてこの妄想球に閉じ込められた。妄想球？ここのことよ。普通の人には入ることも見ることもできない場所なの。お嬢様方。萌えを探すのを手伝ってくれたんだ。助けていただきありがとうございます。だけどご主人様方の手を煩わせてしまうなんて。リュウたちのことなら大丈夫です。萌さんの方こそ大丈夫ですか？はい、私ならもう大丈夫です。そうならよかったわ。実は私たちね、萌ちゃんに話があったの。私にですか？萌ちゃん、単刀直入に聞くわ。昨日は何曜日だったかしら？その、はい、今日も昨日も日曜日でした。やっぱり萌ちゃんだったのね。もしかして朝日様たちもこの異変に気づいていたんですか？ああ、最近はずっと日曜日のままだ。毎日毎日秋葉原は日曜日を繰り返し続けてる。何日経ったかなんてもう忘れちゃいましたけどね。萌ちゃんのお店周辺が普通じゃないってことも分かればよね。はい、分かります。
ご主人様もお嬢様もいつも以上にご帰宅くださいました。あれはね、妄想の侵食なの。メイドブームが再燃し、そして客足も増えた。萌ちゃんの思いが溢れ出して現実の秋葉原を侵食しちゃってるのよ。私の妄想？思い？そのせいでこんなことに。ああ、ストップストップ、いきなり全部説明しても混乱するだけだって。なあ萌え、俺も一つだけ聞きたいことがあるんだ。どうして昨日が繰り返されたのに普通でいられたんだ？お店の周辺も普通じゃないって一目で分かっただろ。はい、普通じゃないことはすぐ分かりました。だけど休むわけには、逃げるわけにはいかなかったんです。どうしてかしら？だっていつどんな時でもご主人様とお嬢様が帰ってこれる場所を提供する、それが私の務めですから。萌えは本当にメイドの鏡なんだな。この姿勢、アイドルとして見習わないわけにはいきません。でも私の妄想が悪さをしちゃってるんですよね。現実を侵食している以上否定することはできないわね。だから俺たちはその妄想を壊そうとしているんだ。妄想を壊せばその侵食は止まるのでしょうか？ええ、止まるわ。だけど全てがなかったことになるのよ。妄想が生まれてから壊れるまでの間の皆さんの記憶が全て失われてしまうんです。そして妄想が妄想だと気づかない世界へ、当たり前の普通の現実の秋葉へと帰るんだ。妄想を壊すにはどうしたらよいのでしょうか？え、いいんですか？せっかくお客さんも増えてたみたいなのに。はい、構いません。私が今以上頑張ればいいだけですから。それに多くのご主人様とお嬢様に迷惑をかけてしまっていることの方が辛いんです。だから私にも手伝わせてください。萌え、いいんだろ？さすが看板メイドなだけあるわね。リュウは賛成です。もちろん俺も構わない。応援してくれるだけで力が湧いてきそうだしな。短い時間になるかもしれないけど、萌ちゃんよろしくね。はい、精一杯皆様のサポートをさせていただきます。ピン君様も賛成っち。今喋りました？おいらピン君っち。驚かせちゃってごめんね。この子の説明は歩きながらでいいかしら？それじゃあみんな急いでここを出ましょう。きっと入り口が現れてるはずよ。ああ、萌えのためにも急いで妄想を壊そう。
やっぱりあいつらここに入ることができるんだな。え、よし、メイドの妄想宮へ急ぐわよ。おい、お前らちょっと話をさせろ。え、何？今急いでるから後にしてくれないかな。で、いやだからお前らちょっと待てって。ああ、なんだ、またお前か。あの時逃げ出した。逃げたわけじゃねえし、だから俺はお前らに話が。だから今は君どころじゃないの。いやでもだからちょっと話が。今急いでるのよ。話がしたかったらついてきなさい。せっかく話しかけてくれたのにごめんなさいです。じゃあそういうことで。待てって、だから俺は話が。現れているわね。それじゃあ壊しに行くか。だからお前らちょっと待てって、俺に話をさせろって。お、本当についてきたのか。お疲れ様です。もう仕方ないわね。話は一つだけよ。さっさとしてくれないかしら。わかったよ。お前ら向こうの扉の中で何してたんだ。お前、この扉が見えるのか。見えるも何もおかしいだろ。どう見ても普通じゃねえよ。あら、それなら話が早いわ。ついてきなさい。どこに。妄想宮の中よ。先に行ってますね。ほら、お前も早く行くぞ。じゃなきゃあいつらうるさいからな。だから待てって。上書きに気をつけろっち。この扉を進むっち。ここから来た。さあ行きましょうか。へえ、こんな風になってたのか。ここは妄想宮だっち。手品か。失礼っち、おいらは由緒正しき使いまっち。やっぱり入れたのね。君名前は。ヤマト、本郷ヤマトだ。私は星野咲よ。それでこっちの子が。はい、あなたのハートにレッツぴょんぴょん、りっぴょんこと百瀬りん14歳です。はじめまして、ヤマト様。メイドの萌と申します。橘朝日だ、よろしくな。どうって。そうじゃなくて、ここは一体何なんだ。話すといろいろ長くなるのよね。それにその様子じゃ特に害もなさそうだし。ねえヤマト、あなたいろいろと知りたいのよね。ああそうだ。だったらさ、私たちに協力しなさいよ。協力？協力って一体何をするつもりなんだ。じゃあ決定ね。戦い方はわかるかしら。戦い方？あ？なんで俺斧なんか持ってんだよ。ほら、詳しい話は進みながらよ。ヤマトさん、よろしくお願いします。待てって、俺はまだ何も言ってねえぞ。諦めろ、きっと無理だ。俺が言うんだから間違いない。おい、お前ら待てって言ってんだろ。ほら、さっさと来なさい。いろいろと知りたいんでしょ。くそ、マジで意味わかんねえ。